はい、皆さんこんにちは。タック、公認会計士講座の牧と申します。今回はですね、公認会計士講座を代表しまして、公認会計士の仕事である監査という仕事についてお話をしていきたいと思います。監査って、どういう仕事なんですかと、結構こう会計士と聞くとですね、セットでこの監査という言葉を耳にするんですけども、一体どういう仕事をしているのか、なかなかイメージ持てていない方が多い印象がありますので、今回はざっくりですね、こう話しすぎると長くなっちゃいますので、監査ってこういうことやっていくんですよと、こういう目的のためにやっていくんですよということを簡単にお話しできればと思っています。はい。まずはじめに紹介しておきたいのが、この監査という仕事ですね、会計士にだけ与えられた独占業務という形になっています。会計士にのみ認められている独占業務なんですよと、ですのでよく言われるのが、この監査という仕事がある限りですね、会計士は食いぶちに困らないとか、資格があれば仕事に困らないんですよということをよく耳にします。この独占業務というところですから、当然専門性が強くなってきますので、会計士にしかですね、できないような仕事が用意されているような形になっていると。じゃあどういう仕事なのか、監査って、具体的にどういうものなんですかと、少しですね、例を挙げてお話しできればと思います。はい。例に挙げましたけども、A 社と B 銀行、銀というところですね、ちょっと略してますが、がいますよと。A 社と B 銀行がいて、A 社、お金を欲しがっています。新しい事業を始めたいとか、ちょっと新しいビジネスを始めるにあたって、たくさんのお金が必要になりますので、それをですね、銀行から借りようとしているような状況です。逆に言うと、この B 銀行 から言えばですね、お金貸すかどうしようかなということを、少し検討しているような形なんですね。じゃあこの時 B 銀行は何をもって A 社に対してお金を貸していきますかというところなんですけども、 A 社が有名だからとか、 A 社の社長がすごいですね、有名な人だから、そういったことでは、簡単にはお金を貸してくれません。見ていくのはA 社が作成している報告書、この内容を見てですね、 A 社は今儲かっている、お金がたくさん貯まっているということを判断して、じゃあお金を返す能力があるんだったら貸してあげてもいいのかなと、そういったことを B 銀行は判断していくんですね。ここで一つ問題があります。一つ問題がありまして、報告書を作成しているのはあくまでこの A 社です。あくまでこの A 社が報告書を作成していますので、自分の会社で起きたことを報告していくわけですから、当然嘘をつくこともできちゃうんですね。 A 社についてはちょっと今年儲かっていないなとか、今思ったよりもお金が手元にないなというところを見たときに、B 銀行に対してですね、実は私の会社儲かってますよという形で少し嘘をついてしまうようなことも可能になっていますよと。はい。当然ですね、 B 社もこれを疑っています。 A 社は嘘の報告書を作成しているんじゃないだろうかと、もしかしたらですね、 A 社全然儲かっていないかもしれませんし、逆に結構儲かっているのに数字間違えちゃったりしていることもあったりするんですね。ですのでこの A 社は嘘をついているんじゃないか、間違っちゃっているんじゃないかということを、疑問に思った瞬間にもう信用できなくなっていっちゃうんですね。結局それ自分で作ったものでしょうと。で、他の会社で例えば過去に嘘があったような場合については、他の会社さんも嘘ついているんだから A 社もちょっと危ないでしょと、もしかしたら嘘なんじゃないのということを、B 社考えちゃうと、 B 銀行も考えちゃうんですね。そこで B 銀行に対して、もっと言うと世の中の人たちに対してですね、 A 社は嘘をついていませんよと、正しい報告書をちゃんと作成しているんですよと、そういったものをですね、証明してあげるために我々公認会計士が存在しています。
はい、もう監査を一言で言うとこれですね。会社は嘘をついていないと。会社は正しいことを言っているんですよ、正しい報告書を作っているんですよということを証明してあげるのが我々公認会計士の仕事になっています。まあ、ですので報告書の作成前段階の話なんかも見ていきますから、当然会社の業界理解であったりとか、まあ、細かいですね数字の作り方とかを知っている必要がありますので、まあ、専門的な知識が必要になってくるんですね。まあ、ですのでこの仕事については公認会計士にしか認められていないんですよという形の、まあ、独占業務になってきています。会社は嘘をついていない、まあ、これを、しっかり証明するためにですね監査という仕事がありますので、まあ、ぜひですね会計士になった暁には、この監査という仕事をしっかりやっていただいて、で、まあ、今後のですね、自分の実力の方につなげていってほしいなというふうに思っています。はい、ご視聴の方ですね、ありがとうございました。